ここまでが夏目の自供内容だ。絵馬で友達になったら相手が信者になってくれたか。アリスが言ってたことと同じだね。夏目のスマホもアリスのと同じだな。絵馬も本体も特に異常なしだ。また収穫なしかよ。収穫なしとは言ってない。例によって誰かが覗いてた痕跡はあったぞ。マジか。アリスのスマホを誰かが監視してたってやつだよね。夏目にも仕込まれてたのか。で、相手はわかるか。すまん、わからん。痕跡があるだけだ。アリスも夏目も何者かに監視されていたか。なあ、善吉、警察はそれ知ってたか？いや、監視者の存在自体、アリスのスマホからサクラが見つけ出してくれたことだしな。エマを使っていること以外で、アリスと夏目の共通点はこの監視者だけだ。それを知らなかった警察が、どうして一連の事件が同一犯だと思ったんだ？まあ、今回はいろいろと特殊だったが、主に犯行内容と時期だな。時期？どの改心事件も似たような時期、ここ3ヶ月の間に起こってる。言わなかったか？3ヶ月前っていうと、エマがリリースされた頃だな。まあ、エマが犯行に使われてんだからそうなるわな。ありえるけど、第三者がやるのは相当ハードル高いぞ。やっぱ作った会社が怪しすぎんだろ。確かマンボウだっけ。マビスな、マしか合ってないぞ。一応そっちのこともあれこれと調べちゃいる。だが相手は世界的大企業だ。理由もなく踏み込むわけにもいかなくてな。何も怪しい点は見つかってないんですか？ああ、今のところ関係者を探ってみても怪しい情報は出てこない。その監視者ってのがマディスの関係者なら立派な証拠として踏み込めるんだがな。お前らはこの事件、黒幕がいると思ってんのか？それはまだわからん。共通点もあるが、別々の事件かもしれないしな。他の事件も調べて共通点を見つけていくしかねえだろうな。捜査の基本だ。共通点とそうでないものを増やして絞り込む。今は事件を一つ一つ追っていくのが一番の近道だろうぜ。確かに今は俺たちにできることをしていくしかなさそうだな。他のジェイルやキングを調べていけば新しいこともわかるかもしれないしね。んじゃ俺は先に札幌へ向かって本来のターゲットの周辺を洗っておく。8月8日に札幌で待ち合わせるぞ。当日また連絡する。3日後、車なら余裕でつけるわね。別に急ぐ必要はねえ。それまでターゲットは日本にいないからな。そういや七夕祭りが近くなかったか。仙台の七夕祭りといえば有名だぞ。うまいもんが揃い踏みってな。確かにあちらこちらに見事な飾り付けがされていたな。とにかく3日後だ。忘れんなよ。休めということでしょうね。おっさん、意外といいとこあんじゃん。
じゃあせっかくだし浴衣着て七夕祭りに行かない？浴衣といえば去年の花火大会の日は雨に降られて散々だったわね。だから浴衣リベンジ。それにあの時はまだ双葉も春もいなかったし。賛成！浴衣でお祭りなんて素敵！じゃあ決まりな。ソフィア、浴衣売ってる店頼む。4件発見、案内は任せとけ。すっげー、屋台だらけじゃん。さすがは仙台の七夕祭り、にぎわっているな。地元では七夕さんというらしい。伊達政宗の時代に始まった祭りとある。へえ、あの銅像のおっさんか。おっさんと呼ぶな。奥州の雄、独眼竜、伊達政宗公だ。どんだけ気に入ってんだ家来かよ。これはどの屋台から行くべきか迷うな。どうする？いいな、屋台の焼きそばってなぜかうめえんだよな。食い物はまだ待ってくれ。我が輩アンドナと屋台巡りしたいんだ。てかあいつらまだかよ。レディーは支度に時間がかかるのさ。むさ苦しいお前らと違ってな。お前が一番だろ、毛の塊だし。初金むしるぞこら。お待たせ。おお、アンドロ似合ってるぜありがとうモルガナ。ごめんね待たせて、帯結ぶのに時間かかっちゃって。うん、夏の風物詩だもんね。お祭りの雰囲気にもぴったり。やはり絵になるな。むさ苦しい空気が一気に涼やかになった。どうせ俺らはむさ苦しいっすよ。てかリュウジ似合ってんじゃん、制服よりいいかも。大きなお世話だっての。でもそのお面のチョイスはセンスあるぞ。イエローは夏によく似合う。私も水風船買ってきた。やっぱ祭りはこれがないとな。水風船？ああ、ヨーヨーな。いや、水ヨーヨーではないのか。ちょっと待ってよ、ヨーヨー風船でしょ？いや、水風船。お前はどう呼んでるんだ？それってどっち？みんな楽しんでるわね。私たちも負けてられないわ。屋台で何か食べましょうか。うん、いい匂いでお腹空いちゃった。見ろ、焼きそば、焼き鳥、かき氷の定番から東北名物こんにゃく串まで何でもござれだ。よし、じゃあ突撃。我が輩たちも行こうぜ。すっかり腹が減っちまった。だな、片っ端から食い尽くす。もはや七夕は関係ない気もするが、異論はない。私も祭りに興味がある。金魚すくいとか見せてくれ。満喫した。玉こんにゃく串、石の巻焼きそば、ずんだサイダー、ご当地もの食べ尽くしたな。しかも全部めっちゃうめえし、政宗のおっさんに感謝だわ。こうをつけろと思うユウスケであった。エスパーか。しかし金魚すくいは難しそうだな。あれはどうやったらうまくいくんだ。心を沈めてためらわず一気に、動きをよく見て仕留めるのがポイントよ。さすがまこちゃん、すごい。なるほど、次は成功させるぞ。
善吉から電話だぞ。よう、楽しんでるか。そうか、そりゃ何よりだ。ところで、お前らに頼みがある。俺はもう札幌で捜査を進めてるんだが、仙台を立つ前に東邦大学に寄ってくれ。明日、大学の青葉山キャンパスである講演が催されるらしくてな。例のマリスの社長が講演に来るらしい。マリスの件はまだ調査中だが、情報は大いに越したことはない。俺の代わりに聞いておいてくれ。話が早くて助かる。言っとくが、下手に目立つことはするなよ。社長が変なこと言ってないかだけ確かめりゃいい。名前は近衛明。今時のやり手社長って感じの男だ。とにかくよろしくな。何度も言うが、勝手に突っ走んなよ。で、要件は何だったんだ？よくわかんねえけど、エマ作ったとこの社長かよ。何か新しい情報が得られるかもしれないわね。うん、とにかく明日の朝、その公園とやらに行ってみると。しこれにて休暇は終了だな。お仕事モードに切り替えだ。皆さんも知っての通り、人生とは日々選択の繰り返しです。今日の朝食は、どの服を着て家を出よう。そんなほんの些細な選択に始まり、研究分野、就職先、結婚相手、人生に大きな影響をもたらすような選択。そう、人は常に選択の答えを、最適解を求めて生きています。マディスはそんな皆さんを AI という切り口から手助けしたいのです。エマは人々の生活と社会に寄り添う新しい AI の形をご提案します。正確により多くの情報を収集処理し、皆さんの選択の一助となるような。いかにもやり手の社長って感じだな。すごいね、堂々としていて自信に満ち溢れてる感じで、会社の方針や展望もきちんと示して聞く人を引きつけてる。確かにそうね。特に怪しいことは言ってないみたいだけど。エマのおかげでマディス社の株はうなぎ登り。今じゃ間違いなく日本有数の大企業だ。そんな会社が会心事件なんか起こしても何の得もないと思うけどな。だがエマがジェイルに関係しているのは確かだ。何しろ入り口だからな。直接的にせよ、間接的にせよ、マディスが無関係とは思えないわね。なあ、この一連の事件の真犯人、つまり黒幕が別にいると思うか？我が輩もいると思う。キングを改心させても、願いを解放しても、あのジェイルって異世界は消えることがない。きっとまだ何かが残っていて、それがあの空間を維持させているんだ。それが黒幕ということ？わからない。ただ肝心のキングがエマのことをよく知らなかっただろう。確かに、アリスも夏目も供述内容は同じだった。だとすれば、キング以外にエマを利用している奴がいるのかもしれない。それがマディス社の誰かなのか、謎の監視者なのか、他ならぬ社長のこいつか、それ以外の何者か。結局おっさんの話に戻るんじゃねえか。いろいろと事件を解決して情報を増やしていくしかねえってさ。俺ら心の回答団がすることは変わらねえよ。リュウジ、珍しくいいこと言うじゃん。
そうね。その意味ではこの公演も貴重だわ。最後までちゃんと聞いておきましょう。よく寝たわ。で、社長は何だって？芝居ていい？とりあえず怪しいような話はなかったわね。まあ簡単に出すはずもないけど。つうか腹減ったし帰らねえ。あの社長話長えんだよ。ねえ君たち、さっきの話本当なのかい？え、君たちが心の怪盗団だったの？あなたは牛タン屋の？確か一ノ瀬さん。聞かれてた。いや、猫の声には敏感でね。もう公園の話よりそっちが気になっちゃって。もうな。わがはい。いや、でも実際に聞かれたのはお前らの声だろ。どうすんだよこれ。ああストップストップ、大丈夫だから。とにかくここはもうすぐ閉まる。詳しい話は外でしようよ。それにしても噂の心の怪盗団が君たちだったなんてね。またまた、とぼけないでよ。アリスと夏目って柊アリスと先日記者会見してた夏目暗号だよね。君たちが何かしたってことでいいのかな。あとエマがジェイルの入り口ってどういうこと？会心事件と関係あるの？全部聞かれてんじゃん。その一ノ瀬さんこそどうしてあそこに？ああ、牛タン屋で行ったでしょ。あの大学で研究員をしてるって。ああ、確かに。それにあのエマのベースを作ったのはこの私だからね。ベースを作っただと？言ってなかったっけ？私の専門は AI だ。聞いてなかったけど。エマを開発してた頃、マディス社から買いたいって話があってね。お金にも困ってたし売っちゃったんだ。売っちゃったって？ちなみにそういうつながりがあったからうちの大学で講演もお願いできたんだよ。まあ大学に頼まれてなんだけどね。まさか社長が直々に来るとは思わなかったよ。そしたら私まで講演に招待されちゃってさ。仕方ないからあそこで聞いてたってわけ。ではエマを作ったのは一ノ瀬さんで、マディスは運営をしているだけなのか？運営してるのは間違いないけど、運営だけかどうかはわからないな。私が作ったのはベースだし、売った後にマディスが手を加えてないとは限らないし。でもエマには詳しいですよね。そりゃそうさ、自分の子供みたいなものだからね。手前味噌だけど、あの子はいい子だよ。こいつは予想もしない展開だな。ベースを作ったって話本当かな？けどマディス社の社長さんが直接公園に来るなんてすごいと思うよ。あの人の依頼でそうなったのなら、それだけ認められてる人ってことじゃないかな。確かに招待までされてたしな。どうする？エマについてなら願ってもない情報源だぞ。それにもう私たちの正体バレちゃってるみたいだよね。どうするよ。無理に隠そうとしたところで手遅れか。ならばいっそ引き入れて情報を聞き出すか。補欠にいらずんば孤児を得ずだ。決まりね。本当のことを説明しましょう。その話本当なのかい？いや、まあ信じられねえだろうけどよ。なあ
前吉の時みたいに異世界に連れて行けば。すごい、やはりそういう世界は存在してたんだ。いや、そうでないと確かに説明できない。まさかエマがその入り口として機能してるなんて。いや、可能性を考えれば。あれ、納得してる。いやめちゃくちゃ興味あるよ。なんだいその超展開。まあ信じてもらう手間がなくていいか。一ノ瀬さんはなぜエマが入り口になっているのか心当たりありませんか。いやいや、そんなの知らないよ。異世界があるのだって驚きなのに、そんな機能思いつきもしない。だよな。だとするとあの機能は誰かが後付けしたのか。願いを奪って人を改心させてしまう世界か。興味が尽きない。なあ、いやいや、ここは悲観すべきか。我が子が悪用されてるんだし。おお、いいね、怪盗っぽいじゃないか。私としてもぜひ手伝わせてほしい。全く無関係な話でもなさそうだし、何よりこのまま放置じゃ好奇心で死にそうだ。で、私は何をすればいい？何を調べさせてくれるのかな。そうね、今一般に出回っているエマのことを調べてください。一ノ瀬さんが作ったものと何か違うのか。なるほど、要は今のエマの秘密だね。誰かが手を加えたならその正体も知りたいと。ああ、それと確かあっちで手に入れた謎のジャンク品があったよな。中身の解析とか頼めたらあの世界の正体がわかるかも。おお、なんかいろいろ渡してもらえるのかな。いいね、いいよ、もちろんだと思う。資料として買い取らせてもらうよ。取引なら私たちからも何か出さないとね。いや、今の内容で十分だよ。グイグイと研究意欲が湧いてくる。じゃあこれで取引は成立でいいのかな。オッケー、私も楽しみだ。お、そうだ、 AI の専門家ならソフィアのことも聞いてみちゃどうだ。ね、ソフィア。よ、私は人の良き友人ソフィアだ。よろしくな、一ノ瀬。これがソフィア。へえ、よろしく。反応薄。ああ、いやいや、ちょっと今までの情報量が多すぎてさすがの私も混乱してきた。異世界で出会った AI の子なんです。何かご存知ないですか。いや、私もわからないけど、後でコードでも送っておいてくれる。お、お、おお、わかった。これ、私の連絡先を教えとくから。それじゃ、これからの展開を楽しみにしているよ。じゃあね。なんか急に帰っちまったな。ソフィアのこと何かわかるとよかったのにな。私なら大丈夫だ。みんなの役に立てればいい。今は仕方ねえか。つか突撃されて忘れてたけどよ、次札幌だろ。ああ、我が輩たちも出発しよう。北海道で全吉が待ってるぜ。おう、待ってろよ北海道。なあなあ、
からつ。ありがとう。まあいいけどな。すげえ。じー。いや。そうだ。待て、おかしい。そうそう。だったら、